マービン・バグリー3世は、アメリカ合衆国、アリゾナ州、テンペ出身のバスケットボール選手。NBA のサクラメント・キングスに所属している。ポジションは、パワーフォワード。デューク大学に1年間所属し、2018年の NBA ドラフトにアーリー・エントリーを表明。ディアンドレ・エトンに次ぐ、全体2位という高評価を受け、サクラメント・キングスから指名された。 2018から19シーズン、2018年10月17日、開幕戦のユタジャズ戦でデビュー。バグリーは、わずか12分で6得点、5リバウンドを記録した。2日後の試合では、は、ニューオリンズペリカンズ戦にて2 4 9対129で敗れたが、19得点、8リバウンド、3アシスト、3ブロックを記録した。 2019年2月10日のフェニックスサンズで自身初の30得点以上となる32得点を記録した。このシーズンはネマニアビエリツァの控えとして62試合に平均25.3分の出場で14.9得点7.6リバウンド1.0ブロックなどを記録し NBA オールルーキーチームを受賞した。2019から20シーズンは開幕戦で 右手親指を骨折し、6週間欠場した。2019年12月26日のミネソタティンバーウルブズ戦で、左足の捻挫により途中退場し、その後多くの試合を欠場した。シーズン中断で練習中の2020年7月19日に、右足を捻挫したことにより、バブルでのシーリングゲームには出場できなかった。このシーズンは13試合に、 平均25.7分の出場で14.2得点7点をリバウンド0.9ブロックなどを記録した。2020から21シーズン2021年3月15日のシャーロット・ホーネッツ戦で第4中手骨を骨折して途中退場し6週間欠場した。2021年5月9日のオクラホマシティサンダー戦で右股関節を痛め シーズン最後の4試合を欠場した。このシーズンは43試合に平均25.9分の出場で14.1得点7.4リバウンド0.5ブロックなどを記録した。ありがとうございます。